やばいな、おっぱいやばいし、巨乳じゃなくて爆乳化してた。爆乳どころちゃうこれ、ちゃう、爆乳の向こう側行ってこれ。はい、どうもです。よしよしよし、皆さん、なんかアメリカンフットボールっていうとさ、みんなさ、ベンチ何キロあるのとかやっぱ聞かれる。じゃあさ、俺別にマックスなんかどうだっていいと思ってたやつに、100キロ何回だったら、まず100キロ上がらないっていうのはオフェンスラインの中では論外だ、論外で100キロ上がる今にありえないよね、はい、じゃあその上げ方についてもよくさ、なんか俺もフィットネスクラブとかそうなの、ちょっと上げてみてるじゃん、あれも俺は0回だと思う。俺の1回上げるっていうのは肩、腰、これケツだ、ケツ、足がついてて初めて1回よく言えない、なんかすげえブリッジしてる、はい、いいだろ、はい、あとは0回だよね、はい、うん、だからそれを完全にやってみるのと、で俺もちょっと今日挑戦してみるけど、俺はウェイトトレーニング月に2回ぐらいかな、うん、少ないよね、はい、もう俺 もう一般人の40半ばじゃん、だから俺より上がらなかったらお話し合いとしてはもう終わりだよね、はい、それが当然だと思う、はい、ちょっと俺もやってみるから、じゃあちょっとどれくらい上がるかやってみましょう、はい、はい、でまずさ、徳田君に悪い例やってもらおう、これなんか俺このひどい人ってさ、ベンチ台の上に足乗っけちゃってんじゃん、足乗っけてブリッジして、なんかこんな人いるよねこんな人いるじゃん、これはアウトだよね、はい、これはアウト、はい、じゃあ今度反動使って上げるのやってみて、めっちゃ、はい、いやこれがあったらセーフだな、はい、今ぐらい、はい、もっとすごい人、あ、もっとブリッジしてみて、うわすごい、これもダメだよね、はい、これも俺は0回と見なすわ、はい、うん、であと足上げちゃってる人もいるよ、なんかウィーとこれはこれは胸だけで上げてるからまだセーフか、はい、これはセーフな、はい、あと俺も上がるか分かんないから不安だ、うん、これで何 100? これで100です、100か、まあ、100はね一回も上がんないっていう人いいのかな、まあバックスには、あ、バックスはしゃあないな、じゃあちょっと挑戦してみよう、せーの、上がらなかったらオフェンスラインとしてはどうだ、絶対ダメだよね、マジっすか、いやだって俺は、ね、一般人が22回上げるんですよ、マジで、22回すよ、いやこれ22がやっぱ世の中のオフェンスラインのボーダーでしょ、え、だって月2回しかやってないんだよ、ちょっと22回しそうそうめちゃくちゃいや、でもこれがやっぱオフェンスラインの、ほら YouTube 見てる人もボーダーにしないと、はい、22上がんなかったらなんか残念なことで、はい、じゃあまずは挑戦してみよう、上がるかもしれないじゃん、はい、じゃあ行ってみよう、いける、まあ、22回、まあ行きます、絶対余裕です、よし、30回ぐらい上げてきます、お、いいね、じゃあ最初だけちょっと持ってあげて、最初上げて、はい、えい、はい、1、2、遅ない？3、4、5、6、はい、7、8、はい、え？30回だった、いやー、まあ、今8回だったっけ、8回です、それ結構高校生高3ぐらいのレベルじゃ間違いないです、ちょっと上がるようにしてもらっていいですか、はい、もっと上がるように頑張ります、はい、どう今ね、はい、山岡くんは8回だったけど僕ならば25位、30回30回いける、
よっしゃ、期待かかるな。じゃあ挑戦してもらいましょう。はい、いきます。はい、1、2、4、3、4、5、6。おお、クリア、もういい。お、でもでもやばい、おっぱいやばい、おっぱいやぐいし、投入になりました今。17回。17。あ、やっぱあんまっすね。いやまだまだだ、まだまだ、ほんまに。あ、でもさ、ほら、俺を超えようと思ったらあと5回ぐらいでいけそうじゃないですか。まだっすね。うん、まだ若い。はい、はい、福井県立大学でね、の、あの、石森くん、え、今日何回上げる予定？今日、ざっと30ぐらい。30ぐらい、みんな30ぐらいして体型上がんないから。ちょっと頑張ってもらいたいんで、え、ちょっとアップね、アップいいです。はい。あ、じゃあ最初を上げてあげるので、はい、いいよね。はい、はい、はい、せーの、えい、いこう、えい、1、2、3、4、5、6、はい、7、8、おいよ、9、はい、10、11、え、12、13。あー、はい、じゃあ次なる、あの、挑戦者、永井くん、お願いします。え、目標何回？みんな大体30っつって大体上がんない。 30? まず10で、まず10。え、でも10上げてもそれアウトだからね、失格だからね。じゃあやってもらいましょう。あのケツと肩を上げないでくださいね。はい、 OK。 はい、いくよ、せーの、あー、なんかペース遅いで、これこれやばいペースじゃん、これ。3回ですか。予想通りです。予想通り、ちょっと恥ずかしく流しちゃうけどいいよね。恥ずかしい。うわ、3回記録。またちょっと、また夏までに頑張ってください。もっと強いやつ、はい、次なる挑戦者はね、これ期待できるね、はい、何回ぐらい予定？目標、じゃあ星谷さんと一緒に22回でいきます。22回。でも俺は一般人だからね、はい、フットボール選手じゃん、はい、うん、ちょっと上回って当たり前の世界なんで、頑張ってもらっていいですか。全然ダメだったし。じゃあ行ってもらいましょうか。一を形切りですね。お、頑張れ。4、5、6、はい、8、9、20。お、20超えてきた。さあ、俺22が最低ラインだぜ。1、4、5、2。お、来た。23。ギリだね、ギリ合格だね。いやー、大丈夫なんだって、こんながたいしてて、その俺と考え、俺よりプラ1ぐらいとかまずくない？まずいです。ちょっと何歳？今19です。19だろ、俺って今年何歳？20です。20だろ、はい、俺今年45だから25歳年下やだよお前。はい、まあ、お父さんにベンチプレス負けるとか嫌だろ。嫌です。嫌だよね。嫌だよね。僕も絶対嫌です。絶対嫌でしょ。はい、絶対負けない。じゃあ俺に勝って同じ、はい、そんぐらいだから年齢的に言えば同じだ。でさ、よくさ、あとタオル置く人いるじゃん、ここに。あ、はい。あれも俺ダメだと思うんだけど、あれ意味ないよね。ないです。なんかタオル置くイコールなんか今から反動使いますっていうなんかアピールしちゃってる感じある。 あれタオルも俺 NG なんだよ。なんでね、皆さん100キロ何回上がるかね、見てる人聞きたいよね。はい、はい、コメント欄に僕何回上がるか見たいんで、ぜひお願いします。ありがとうございます。はい、で100キロ挑戦コーナーありがとうございます。